なあ、着いた？セッター祭めっちゃ良かった。だってあの日そうだ、ショールームしてきなかったからね、感想してなかった、うん、そういえば。今さっきメロンケーキ一人食べました。メロンケーキ、メロンケーキ食べに来てた。美味しかった。メロン美味しいもんな。うん、確かにチーズケーキお箸食べる人初めて見た。あ、確かになかったのよ。燃費ってちょっとこういうとこずれてますよね。そうなかった。ちょっとお皿これやね。お皿持ってくるわーって言ったの、うん、カリンとか小麦だもん。お皿、お皿でもさ、あのさ、普通のこういうお皿よりさ、うん、この方がなんか落ちないしさ、確かに、ね、サイズ感的にもね、うん、ほらほら、なんかさ、珍しく今日はまだ来てないです。そう、食べれればいいの。あーさ、こういうの好きよね。はい、好きです。ビタミン、これあんま飲まん、こういうの。うましですよ。うまし？ミックスジュースとか好き？あ、大好きです。うん、大好き。うん。そういうお皿なんでしょ。そう、そうです。カップケーキ。カップじゃないよな、それ。カップケーキだって。ん？カップケーキ。カップケーキ。あなたの名前はカップケーキ。何それ。私の名前は小島かりん。カップケーキ。かりんちゃんとハーズちゃんの絡み好きだって。やったー。嬉しいですね。もうさとは、うん。プライベートの方はね、一緒にいるもんね。はい。おばあちゃんになっても。そうそうそう。おばあちゃんになっても仲良し。うわーい。本当に。ゼータの色紙に書いてくださってた、うん、めっちゃ嬉しかったです。ハーズ楽しいですよね、一緒にいたらね。え、少しほっそりしましたって言ったら、デブった、デブった。新しい、新しい。あんま自分から言わないんですよ。デブった、デブった。デブった、デブった。デブった。しかも、ちょっと太ったとかじゃない。デブった、デブった。デブった、デブった。新しい。デブった、デブった。私はここから下の顔を見せられないんですよ。見せられないだね、今日はね。ケーキね、結構大変じゃないよな、まだ。え、楽しいです。楽しいよな、うん、なんか や,、うん、やっぱ新喜劇の皆さんがすごく楽しくて、うん、どうした。本当に楽しい。あー、いいんですよ、うん、私が隠しておきますから見えから大丈夫意味ない、隠しても。ケーキ落としたんですけど。うわでも、そうです。明日ですね。ありがとう。私の好きなパンダ。パン？はい。かりんちゃん。うん？ありがとう。そこりんちゃん。自分で投げたんですか？すごいな、それ。自分で投げてたら。ありがとう。明日アミルの卒業か。そうですよ。早いなぁ。でもな、ずっと伸びちゃったからさ。はい。ね。あ、今日のお前が珍しいねって。うん。どうですか？ハーサかね。これいいじゃないですかってね、見せてくれて画像を。そうそう、どうですか。え、めっちゃ楽、踊ってて楽ですよ、うん、前髪がないってめっちゃ楽なんですよ、ね、楽、うん、びっくりするぐらい。マルさんは両方似合ってます。でもマルちょっと抵抗はあります。ダハダハハハサちゃんナイスです。うん、あ、ウーカさんだ。ヤッホー、ウーカさん。他に食べ終わったので、あ、ここに見てる。食べるやつ。ありがとう。食べ終わったので、もう食べました？チーズ。チーズ食べた。あ、食べた。これ元に戻していける。食べるやつがないね。これあげますよ。え、なんで？いいですよ。絶対いるやん。なんか立てれたら。これですかね。ね、これ重たいです。これ立てる。どうやって？私も。あ、いいじゃないですか。あ、ありがとう。あ、これして。あ、すごい。できた。私もつけてもいいですか。いいよ。なんか変わってない。青くなってる。そうね。なんか背景が変わってる。みんな集まって可愛いだって。エヌって一人でいることないですね。ずっと喋ってるの。寂しがりやばっかりだから。お腹冷えて自分の。誰って感じ。でもウーカさんも。
最近後輩に自分からこうやって話しかけに行ってるとこめっちゃよく見ますよ。ね、うん、自分からよく行ってるイメージ。でよ、みんなのこと、ね、いっぱい知ろうと思って。うーか、うーか始まる街だって。うーちゃん来たーって。今着いた。ちょっと待って、ちょっと待って、行くわよ。ハーサも始めたよ。なあ、ちょうどハーサちゃんの YouTube でカリンちゃんのドッキリ見てました。あ、懐かしい。懐かしい、やったね。はい。全裸のマネキンが、これは映ってもいい全裸です。全裸です。うーか3期開始先の2期開始予定がないな。なかなかでも難しいですね。みんな東京行っちゃったり、ね、結構バラバラだからね。そうなんだ。うん、アイリさんはどこか。これはめっちゃ揺れちゃってる。アイリさんに会いたい。もうダメ。はあさ、諦めちゃダメ。諦めたらそこで試合終了。諦めた。今日はこれで。はあさんの YouTube じゃないや。ショールームはもうここ顔なし、顔出さないアイドルでいきたいと思います。カリンさんだと私のつなげたら、そうつながるから。これあれなんかな、これでバンされたりすることあんのかな。え？ありがとうございます。その中さんめっちゃいい人なんです。お茶でぜひ見てください。カリン、私の今日のアイメイク良くない？いつもでもカリンさんのアイラインマジで大好きなんです。ありがとう。今日はちょっと鼻上げにしてみました。クールに来たかったので。思いましたよ。思った。さすがハーサ。さすが。ハーサ気づいてくれます、いつも。今日跳ね上げ。あ、わかった。あれや、ショールームのあれやな、家電キャンペーンみたいなやつ。やってますね、そういえば。トースターもらえるやつや。そうだ。そう。トースターないから。そうなの。でも置く場所もないの。え？あそこはどうですか？わかるもんな。カリンの家がな。どこ？え？あーでもないですね。ベンチの上に置いちゃえばいいんですよ。いいの？私んちそうですよ。マジ？どう？牛乳もある。あれね、置いてあるんだよね、レンジがね。レンジの上にってハーサーは言ってます。隣と誰と誰？ちょっと私顔見たいですよね。ほら、ハーサのファンの皆さん。いいんです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 。アリさんの顔を見せてください。あー、お綺麗ですわ。ハーサおもろいな。なんてパンフェス。わー、美味しそう。板野さん、ありがとうございます。ベンジの上に板置いたらいいって。あー、糸？糸。ああ。取って。でもね、板買いましょうか、私。買ってくれると。今日ハーサが、今日ハーサがね、急にね、買い物してたら、カリンさんに合いそうな服見つけましたって言って、なんもないのにね。なんもないよな。そうです。誕生日に大きい声出すな。一月でしたっけ？ああ、惜しい。なんならカリンがハーサにタンプレ買ってないのに。ほんまですね。逆にもらっちゃいます。買ってくれました。スヌーピーのジェラピケの可愛いパジャマ。カリンさん見た瞬間、カリンさんって思ったんです。絶対私の好きなやつよな。ドンピシャに好きなやつでした。したいって思った。ありがとう。カリンもハーサンの愛想な見つけたら買おった。何ですか？今日 MC でゆうか夢の話ずっと何喋ろうか考えてたのに聞いてくれ。あ、誰か聞いてないよ。まだ私2回くらいだから。え、ゆうかさんだけ？聞いてないの。あと新生も喋ってないと思う。新生喋ってないや。そうやで。いつも私がお世話になってる。うかに間違えてよりそんなこと2回も当てちゃった。そうやで。思ってゆうか、ゆうちゃん2回も聞いて、本当になんかようわからん。何？まずようわからん話って何？まず。はい、ようわからん話って何？実況してますね、今。はい、こういうの。何話したっけ？今、この3人の話を実況してます。実況してます。
それ聞かせてください。ちなみに、はい、でもさ、こんな満を持して聞かれるような話じゃないですけど、いやでも聞きますよ、満を持して。じゃあ笑ってることもあれば、はい、そうです、覚えてる。後輩にふとポンと飛んでくることもあって、最近だ、そう、最近の話なんですけど、うん、なんかずっと喋ってる。実況してる、実況してる。そのままで大丈夫です。あのね、うん、私ね、この前、うん、夢でめっちゃ歯が痒かったんですよ。もう歯茎がすごい歯が痒くて、うん、でグッてやったら歯がそのくらいボキボキって折れたんですよ。でこの話をですね、折れたと思って、もうそれは完全に現実やと思ってて、もうなんか現実っぽい夢あるやん、あります、やってもうたと思って、もう人の前に出るのに歯3本も折れたらもうなんか人前に出られへんやんと思って、歯3本って聞こえますね。だからまたちょっとグラグラやったから、抜けてはないの、抜けてない、またグラ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 状態ですね。抜ける前のグラグラやったから、こうやってグッグッて楽しい圧力をかけたんですよ、口の中で。そしたら戻ったよっていう夢を見て、朝起きてちゃんとハウルハウルハウルと思って、はい、っていう夢見ました。もう息が出ないくらい聞かなかったこと後悔しますね。そんなにずっと待ってるの、歯抜ける夢をたまに見ます。歯、怖くないですか。リアルじゃない、なんか怖って。しかも結構私量多いんですよ、バラバラ抜ける人です。怖い、そんな感じです。でもなんか歯抜けるってどんな夢だったっけな、夢占いとか結構する人なんですよね。歯抜いてあるよ、ちゃんと歯あるよ。これはねえ、夢見ます。次のお題出して、次のお題、うん、次の面白い話、次なんだろう、なんかハーサーいいお題ない？え？なんか提供して、話題提供。え？いいお題？うん、私何も考えてないんですよ普段。話題提供ちょうだい。何でもいいよ。何かください。あ、今日のケータリング。ああ、今日のケータリング。鮭食べた、鮭。あ、ゆうこも鮭食べた。あ、はい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 、ありますあります。おお、来た来た。お弁当だったんですけど、もう鮭お弁当で、なんかいろんな具材が入ってるんですよ。鮭も入ってて、ほんでなんかいろいろあるんですけど、卵焼きが入ってたんですよ。面白いことお話してください。ほんで卵焼きが入ってたんですけど、すいません。なんでそう、みんなさ、こんな好きなの？私好きなの。来るんだ。こんな感じでアップデートしていきたいこともあります。ほんでその卵焼きがめっちゃ私のママが作る卵焼きにそっくりやったんです。めっちゃうまかったでしょ卵焼き。まあママが作ったんじゃないねんけど、そう、味付けが似てるんですか。そうそう、しょっぱい、あの甘じょっぱい卵焼きで、形もさ、めっちゃお弁当って全部めっちゃ綺麗やん。なんか黄身しか使ってませんみたいな。確かに確かに。じゃなくてちゃんと白身も混ざってる美味しいサイズ時間が良い卵焼きが入ってて、すごい頑張りました。これがあのこっそりとレッスンをしてくださるということです。え、面白い。これ全部見たいですね。全部の角度から4台持っとかないと見られへん。みんなそれぞれ違うことしてました。情報量が多い、本当ですね。聞き取るの大変。母さん、この中にメンバーの面白エピソードある？なんだろう、面白いエピソードなんだろう、なんだろうな。あ、面白くないけど別に、うん、あのゆうちゃんがね、今日公演前になんか急に、はい、みんな石田ゆうみです、石田のことを見てくださいみたいな言うんですよ。急に言ってた、言ってた、言ってました、ね、みんな2期生に言われたらみんなびっくりするやん、うん、ほんで何ですかみたいな感じで、うん、そうそうね、注目させといて、うん、今日宇宙人のこの2番の B メロ、コージコジで行きます。何の音楽や、それでいいじゃん。それそうじゃないとさ、シュウちゃん耳抜けへんやなって。いつもね、この宇宙人で、あのいつも渚さんだったらなぎちゃんとかね、そう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 、応援してるんですけど、狩り、うん、の時に今日なんて呼ばれたい、うん、いいじゃない。
やらんでよ、言われていつも聞かれるんですよ。で小島もかりんもやってきたし、大島もやりました。あ、そうやってきたから、今日はこじこじにしようって思って、うん、でいつもメンバーに伝えるのも全部ゆうみさん全部私が決めてるからな。そうそうそう、やってくれるんです。そんな自分がさ、そんなそこめっちゃこだわるやんな。そうめっちゃこだわってくれるんですこれ。でその生誕時もね、今日ハーサの生誕だから、うわハーサとかミカナナとかっていうのも全部でも今日はコジコジの時に本番にコジコジって言ってたら、みんな合わなくて、あんまり言いにくいわって言ってました。あんなが決めたんや。みんな困ってた。みんなみんな顔見合わせてたんで、どんな感じやったの。コジコジかコジコジか。いや違うよ、コジコジだって。コジ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 だったんですけど、コジコジとか、こじこじとかいろんなのがあって大変でした。結構だからなんか決め事してますよね。なんかここの字、そうそうそう、そうね、あの伝言ゲームな、あの本当難しい、ね、どの辺ですか、うかさん。ゆっくじりの隣やん。おい忘れてる。こじりなポップコーン出てくるけど、ゆうか、なんでアーノンに言った時のアーノンな、あはははは、移動してみた。私がさ移動してる時みんなまだ覚えてるじゃない。なんで、で先生に今日注意されましたね。そうそう、やるのはいいけど、いいけどちゃんとやれなさいって、本気で伝言ゲームしようとしてるから。もう私あの真ん中の方だけど、いつも母さんのそこまでこうやって顔こうやって向けて、何も引き取れない。でも何やったっけ正解は。ドスコイです。ドスコイ、ドスコイ。なんでポップコーンになったの。ドスコイ、ドスコイ、ドスコイ、ポップコーン。最後マグロになったらしい。次はちょっと2文字でいこう。次2文字にしたいと思います。そうですね、そうしましょう。ちょっとずつみんなで1文字でもいいよ。1文字でもいいんですか。いいよ、1文字って何。例えばわーとかみーとかですか。もうみーとか意味わからんもん。本当にもう楽しい。皆さん伝わりますかこの楽しさ。重力シンパシーのイントロの話。あ、そうですそうです、はい。他に決め事あったっけ、なんか。でもそれぐらいかな。自由にしてるとか。あ、トリコボジさんありがとう。伝わってるって。伝わってる伝わってるって。めっちゃ伝わる。こんなの全然カオスのうちに入らない。ありがとうございます。15分経ったみたいなんで、そろそろ終わろうかな。お姉さんが終わるらしいです。バイバーイ。いや本当にいつもこんな感じです、楽屋でも。舞台裏髪型良かったよ、ありがとう。もう普通に一回もう N の自由配信みたいなさせてほしいな。ダンシング配信全員戻ってる。何が自分の配信全員戻ってる。急に戻りました。本当に自由ね。なんか私いろんな公演出てきて思うけど、N の公演の MC ってどこよりもあの楽屋と変わんなくないですか。なんかあ、いいんってたまに思っちゃうね。私もです。めっちゃ力抜けてる、うん、私もなんかね、ゆうみさんの立ち方結構さ、こうヤンキー癖出るじゃないですか。その癖が映ってきてね。え、かりんも今日気づいたら自分で手組んでました。ゆうみさん、ゆうみさんのこと見て自分でこう、あ、同じことしてる。はるちゃんもね。本当はるちゃんにやめて。うかさんじゃない、ゆうみさんたちがこう連戦しつつありますけど、でも本当にいいキャラみんな。いや本当にね、知れば知るほど楽しい、面白い、ね、ちょっとずつみんなのことを深掘りできてるよね。そうでも仲いい子多いもんね。シンシンとか仲いいもんね。そうなんです。作りたい、ね、してみたい、ヤンキーやりたい、マジでやりたい。え、なんかめっちゃカオスなやつやりたいですね。この人はヤンキーで、うん、なんかこの人はなんかドラえもんでみたいな。マジスタ楽園でドラえもん出てくるの。著作権があるから、マジで。
ミルのさ卒業のさ YLL 出た時にさ、うん、アーノンのドラえもん出た時に久しぶりに見てさ、そういえばやってたな、うん、何の役だっけ、スネオ、あ、私のハーターのび太です。のび太もいますよ、お前やできるよ、もうセットでいます、お前や、のび太とドラえもん、はあ、でもなんかそういう本当もう意味不明な作品作ってみたいね、やりたいです、キャラ渋滞してるやつ、ハーサー、ハーサー面白い、ハーサー作ってみたら、あのあれよ、ドラマスクロやりたいねえ、はい、ちょっとこれ持ってきましょう、あとでめっちゃ面白そう、何役させられんねやろ、ねえ、ちょっとなんかうまくこう YNN さんとかを巻き込んでなんか使えたら面白いね、いいですね、うん、うかさんはなんかひまわりみたいな感じで、ひまわりなんかハワーくん、ハワーくんのハワーって決まってます、もう決まってきた、決まってきた、肌にずっと刺さっとくる、いやきつい、N ではなんだかんだ一番多分演技経験が豊富ですよ、うかさんが一番演技した方がいい人ですよ、私は、私、いいとこ丸つぶしにされた、カリンさんは、カリンさんはカエル、なんでなんか、なんで、なんか緑の全身タイツ似合いそう、緑のな、ね、緑の全身タイツ似合いそうで、英語の人なんどういうドラマになるの、ね、ゆうみさんは、でもヤンキーやりたいと、うん、そうね、やりたいけど役割ショックね、どういうことなの、マネージャー、マジスク学園の優香は、うん、あの花壇に刺さってるから、ちゃんと水やりしてあの生活だいなぁ、あぁ、ちょっとヤンキーやろやいいヤンキー、えひみさん子供バージョンのヤンキーですよ、子供バージョン、なんかまだ子供の、まあ、5歳ぐらいのヤンキーなんです、5歳やけど、うん、特攻服着て髪の毛刈り上げて、うん、でもうんこちゃんのひまりに抜いてオラーとかうわーってやってる、そういうの、そういうの、もう意味わかんない、抜かれてもたれたのに、あらこれめちゃくちゃ面白いですね、絶対に使われるのここだけ、カニと一緒だ、ねえ、ユミさんの味わい、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 そこ全身緑でね、ほんまに味わってほしい、それこそユウカ全身タイツ着なあかんってことか、そうですね、そうです、こうやって顔だけひまわりに面白、ちょっと待って、ほんまにしんどい、いや、めちゃくちゃ想像しただけでめちゃくちゃ面白いんだけど、先生は先生、今あの何ドラマの話をして、ドラマ作るならみたいな話をしてて、新種、うん、何役、なんアヒルボート、えじゃないボート役乗り物、はい、アヒルボートなんかこうコントになってこう水浮かんでてみたいな、めっちゃ嫌や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 、おもろなんでなんで、え、もうアヒルかなっていうのが出てきて、でもただのアヒルだったらやっぱり面白くないのでアヒルボードって感じですね、みんな乗るんでしょ、だったら、あ、そうです、折れるわ、シーシー遅いのに止まらせてごめんねバイバイおもろ、めっちゃいいじゃんハーサ、これこの企画めちゃくちゃ面白いじゃん、これこれ MC 一本できますね、これでしてもらっていい、本当だよ、面白い、ケンピーさん、これなんていうの、さとこさん、笑い疲れた、もっともな話すべきも面白いね、ピーちゃん、笑い、次の MV のコンセプト決まったじゃんって、やばい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 、でもなんかやりたいな、こういう面白いのやりたい、楽しそうで、ジンさん、メリー君、田中さん、ジーの方かな、マセユキさん、ありがとうございます、カリンさん、これもありがとうございます、ありがとうございます、言ってもらってハッピーですね、ありがとうございます、ね、MV 楽しみだな、何なん作れるかなって、 N の楽屋潜入したい、めちゃくちゃ楽しいよね、多分めっちゃ面白いですほんまに、自由です、自由、表に出せないんだからもったいないね、うん、もう、あきらさん、やい、かつおさん、
あ、ちょっとじゃあカリもランキングアップしていこうかな。私は15分経ちましたか。経ったと思うよ。経ちましたかね。じゃあそろそろ終わりますね。13位からいきます。13位カナピー、12位トモタン、11位リサピ、10位ヌタン、9位ウキウキ、8位ホノカ、7位ユリリン、6位ナナちゃん、5位レノンちゃん、4位タイキチさん、3位ミナミちゃん、2位リョウタロウくん、1位カリンちゃん。ありがとう、ありがとうございました。これランキング、あ、ちょっと待ってくださいね、片付けますね。バイバイ、ありがとうございました。